しばらくぶりじゃのお嬢。人見ぬうちに一段と美しくなったの。鈴鹿御前が生きておった頃のことを思い出すわい。何を抜かしておるか。鈴鹿御前が生きておった頃はあんたは影も形もなかっただろうが。いや、ありえんとは言い切れんぞい。なんせ塩見じいは我々の中では一番の年長者じゃからの。いやいや、年長者といってもここまで年を取れば琴浦も月島もわしと変わらんじゃろうて。いや、全然違うだろう。塩見と比べたらわしなんぞまだまだひよっこぞい。しかしじいさん三人揃って年自慢かよ。ま、その考え方だと俺なんか卵にもなってねえよな。自分のことがよくわかってるじゃないか。おおむねその通りだろう。ぎっ、この声は。よう千歳、和也。久しぶりだ。元気だったか。和武か。久しいな。俺は元気だ。そうか、そいつはよかった。手おい千歳、なんで逃げようとしてる。お前らここに着いた早々、その娘相手に大人げない真似をしたらしいな。待てって、どうしてさっきのことがこんなに早くバレちまってるんだよ。さあ、どうしてじゃろうの。壁に耳あり、障子に目ありと言うからの。答えになってねえって。そもそもさっきの場所には壁も障子もなかっただろうが。俺は千歳の誘いに乗っただけだ。責任はすべて彼の者にある。なんだよ、裏切るのか。お前だってやる気満々だったじゃねえか。そういう反応をするってことは、叱られるような真似をしたって自覚はちゃんとあるんだな。そいつは結構。ってことで。なんなんだよこりゃ。千歳はともかく、俺まで殴られるのは納得いかんぞ。じゃあ、納得できるように説明してやる。誘ったのは千歳かもしれないが、それに乗った責任はあるだろう。いくら手合わせとはいえ、女相手に二人がかりで挑むなんて、みっともないと思わないのか。いや、そらその、こいつは女だが、一族の棟梁でもあるわけだし。やむにやまれぬ事情があるわけでもないのに、同族に刀を向けるのは褒められたことではないぞい。ま、力が有り余ってるんならちょうどいい。後でじっくり揉んでやるから覚悟しとけ。
いや待てよ、お前のバカ力と一緒にするなって。そういや、自己紹介がまだだったな。俺は十騎衆の一人、漂白の者、和武だ。鈴森家の棟梁だな。よろしく頼む。それよりすまなかったな。こいつら悪いやつじゃないんだが、調子に乗りすぎるところがあってな。ずいぶん礼儀正しいんだな。じいさん方の教育の賜物か。この娘がこう言ってるから、あんまりきつくしごくのは勘弁してやるが、初対面の女にいきなり刀を向けるのは、棟梁としても男としてもあるまじき行為だ。覚えとけよ。心得ている。ちょっと手合わせしたのは本当だが、俺は先輩として十騎衆の厳しさを教えてやろうと思ったんだよ。な、何すんだよ。本当のことを言っただけじゃねえか。どうもお前は口であれこれ言ってもわからんらしいな。わかるまで教え込んでやるか。何、心配はするな。お前と違って刀は使わないさ。バカ言ってんじゃねえ。お前の拳は刀よりよっぽど危険な代物だろうが。いや、これは争いじゃなくてな。悪ガキにちょっとお灸を据えてやるだけさ。いや、あのな。やれやれ、沖縄たちの秘蔵子は随分と頭が固いご様子だ。まだ若いのにそんな凝り固まった考え方をしていると、将来和武のようになってしまいますよ。おい、それはどういう意味だよ、シン。名を尋ねるときは己の素性を明かしてからというのが最低限の礼儀だと思いますが、お三方から教えを受けていたとは思えないほどの対応ですね。厳しい修行に明け暮れていて、鬼としての立ち居振る舞いや礼儀作法は学んでいなかったのでしょうか。
おや、不注意とはいえ、千歳と和也には自ら姓を名乗ったのに、私には教えてくれないのですか？なるほどなるほど。彼らとは懇意にするけれど、我が一族に気を許すつもりはないと。よく理解できました。それでは今後、鈴森家の皆さんとの付き合いを考え直さねばなりませんね。古来通りと言いましたが、その作法は本当にご存知だったのですか？さっき、あの二人から聞いたばかりなのでしょう？どうしてと言われても、その凝り固まった頭で考えてみたらどうです？自分で考えようともせず、すぐに答えを教わろうとするのは賢明とは言えません。どれだけ出来が悪かろうとも、頭は頭です。使わなければどんどん退化するばかりですよ。シン、あんまりいじめてやるな。知恵熱が出そうなぐらい真剣に考え込んでるじゃないか。やれやれ。やはりわかりませんか。正直言って、落胆させられましたね。シンの言うことをあんまり真剣に受け止めるな。こいつは若いやつをこうやってネチネチいたぶるのが趣味なんだから。ネチネチとはご挨拶ですね。私の口から出る言葉は、すべて正論ですよ。お前な、そろそろそういう性格、直した方がいいぞ。面白いですね、あなたは。いえ、お気になさらず。意外な答えに驚いただけですから。いいですよ、じっくり考えてみてください。頭というのは、生きている間に使わなければ意味がありませんからね。そういえば、あなたの名前を聞いておきながら、私が名乗らないのも失礼でしたね。私は、神、二つ名を、西国の秋津神と申します。その身に神を宿す者とか、地上にありながら神でもあるとか、まあそんな感じの意味だな。真の一族は
教理では人間たちから神のような存在として崇められておるのじゃよ。まあ、人間に崇敬されたところで何の自慢にもなりませんがね。人間というのは自分より優れたものを目にすると崇め奉るか迫害するかのどちらかですから。なあ、月島じい、こいつじいさんたちからいろいろと教わってるんだろう。なんでこうも世間知らずっつうか、知識とか礼儀とかがずれてるんだ。体術や刀の扱い方、銀王を刺激する方法や読み書きについては教えたつもりなのだがの、知識や礼儀については三人がバラバラに教えたので、いろいろずれてしまったようだ。特に、おなごとしての振る舞い方については、十分に教えてやることができぬでな。だろうな。さっき会ってから今まで、女らしいところなんて欠片も見てねえもんな。もう、それはさっきから耳がタコになって踊りながら海に帰っちまうぐらい聞いたって。そういえば、和武の漂白という言葉の意味をあなたは知っていますか。やはり知らないようですね。十騎集の一人ともあろう者がこれだ。まあそう言うな。普通は知らない言い方だ。住処を持たない道々の者って意味だ。俺の一族は里を持たずに日の本のあちこちを転々としてるからな。道々ってのは、いろんな奴の集まりさ。芸者、家事、医者に、いろんな道に熟練した者たちってことだ。各地を放浪して得た情報というのは、八瀬姫の予言とはまた違う意味で、貴重なものじゃからの。だからこそ八瀬姫も我らも彼らの一族には一目置いているというわけじゃ。それに和武は今時の若い者には珍しく実直で責任感があるからの。我々が亡くなった後、十騎衆を率いていくのは和武だろう。あんまり持ち上げても何も出ないぞ。十騎衆を率いていくってなんだよ。何を言っているんです。あなた以外にそんな大役をこなせる者がいるとでも。お前も歳は俺とそう変わらないだろう。いえいえ、私はそんな器ではありませんよ。何よりそんな役目を仰せつかるのも面倒くさいですしね。
めんどくさいって、お前な。おそらく姫の予言を聞いたらすぐに帰ってしまうとは思うのじゃが、ここにいる間だけでも和武から多くのことを学ぶことができるはずじゃ。良き手本とするのじゃぞ、お嬢。いや、そもそも俺も他人にあれこれ教えられるほど立派な鬼ってわけじゃないんだが、よろしくな。ここにいる間だけでも仲良くやろうぜ。しかし、十騎衆全員に召集がかかるというのは珍しいな。十数年ぶりではないか。確かに、それぞれ個別に呼び出されることは何度かあったが、全員集合ってのは久しぶりだよな。それについては、全員揃った後に姫の方から話があるはずじゃ。その前に、姫がお嬢と何やら話したいことがあるそうじゃ。姫のところへ行ってくれるかの。